さん、レインボーブリッジ渡ってますよ。いや、レインボーブリッジだし。レインボーブリッジだよ。何がどう違うんだよ。鹿島スタジアム到着しました。リアガード、土曜日ビアガーデン。何も見るよ。スタジアム
ターにもつ煮を買ってきてもらいました。アウェイでは食べられないもつ煮。アントラーズサポーターの友達に頼んで買ってきてもらいました。ここはアウェイなんだけど、なんだっけ、ハラミメ、ハラミメ、こっちはハラミ飯。これもホーム用。アントラーズサポーターの友達に頼んで買ってきてもらいました。うまウズラハム。これは酒屋のおすすめの。これも鹿島のサポーターに買ってきてもらいました。ウズラハム、ハラミネス、あ、今
前やな。ビールもやってできる。味が違うだ。この前大根ばかりと人参ばかり。でも今日は肉多い。そう、もうそれしか見えてなかったけど、あ、メロンがないって感じ。あれ、イクラハムってああいう近くに行こうなんだ。スーツ持ってくれよかったね。失敗したけど、ブスに置いてきちゃった。開いてくれたんだけど、え、ちょっと大丈夫。すごいと思って、なんか獄中だった。ゴミ？ゴミこれ、ゴミ入れ。ゴミ入れ。なんとかめっちゃ。試験に残すとかのうるさそう。ペルはもう SNS とかにやるのに一番くだらないよ。私がね、来たらすぐ。バレないよ。
続いて丸ごとメロンソーダ。さあ、特製商品さんも、このように、アーティア
Thank you.
今